分で野良って。ゲートを上げないんだよ。ゲートを上げないで、結局、俺やられるっていう。俺スーパープレイしたんだよ、あれ。俺どう考えてもスーパープレイの連発でやったんだよ。ほんとね、ゲートを上げるっていうことやってくれないの。ゲートを上げればいいのに、敵が接近してるのに、ゲートも上げないで脳天気なやつってもう、ゲート前待機だろ、どう考えても。もう脳天気なやつってゲートを上げるっていうこともサボるっていう。ゲートを上げてくれれば、俺が脱げれたのに、ゲートも上げねえから脱げれない。相手の当てに進路妨害するっていう。ノーワンがないんだから、一発もらってもいいんだよ。だから、野良モブって自己中だから。対局なのはヒロちゃんでしょ？どこに自己中があんの？いや、論外じゃねえかよ。時間の無駄だから論外。ゲーム行こう。こいつ戦って、論外だし。論外戦って、出だし。どんなやつ戦うの、時間の無駄らしい。どういしょ。面白そうだからやろうと。どんなやつ戦うだけ時間の無駄だからな、まず。どんなやつ戦うの、時間の無駄だから。早く釣られるのが一番いいに決まってる。こういうやつだろ。もう性格がマジで気持ち悪いからね。嵐だから、レース見たらゴミ。もう、大ゴミ。デッドバイの嵐だから、もう。天地嵐と同じ。デッドバイの恥だと思ってる。それくらいのレベル。モラルがもう悪すぎる。俺はもうたくさんの悪質キラーの、悪質キラーの、あれの邪魔されたから。遊んでる人たちにマジで言いたいけど。めぐの人が回せればいいんだけど、早く、ピナルが発電機回す方が、真面目にやるんだったらね。同じとこじゃねえんだ。ああ、治療が必要だからいいかもね、今回は。本当は理想系は別なとこ。上積みがないんだわ。一個一個やるの間違ってんだわ、ある意味。この人捕まる前に、2.5。なんかわかんないんだけど。2.5。2が理想形。止まるまでに。ここから本当にマジで油断しないで2人に言うけど。ノーワン警戒もしないといけないから、時間ないと思ってやった方がいい。時間あると思ってるんだったらもうダメ、負け。
ここで捕まるやつ多いんだよ、まず。よし、これが、これがヒーローシャーン、デッドマイルスーパーエース、勝利を呼ぶ男、ヒロちゃんがいれば強い、楽しい、勝てる、勝利を呼ぶ男、楽しい、ヒロちゃんがいるとデッドバイが楽しい、ノラのノラモブが簡単に勝てる、ヒロちゃんがいれば簡単に勝てる。ヒロちゃんが秀逸だから発電機を回す。そしてもちろんヒロちゃんいればチームは勝つ。この3人見た？何のゲームやってんだろうね。この3人見た？マジで笑うんだよ。もうしつこいぐらい一人に粘着してるようなキラーで、それで救助しに行くその姿勢なに、吊るされてから行きゃよくね、わけわかんないんだけど、もはや。本当にわけわかんないんだけど、でも勝ったね、やっぱりヒロちゃん。まあレースは恐るるに足らず、勝って当たり前。まあ、ヒロちゃんいれば勝っちゃうって。当たり前。